土かぶり FR は、ベニタケカチチタケ属の土かぶり説に分類される、キノコの一種。傘は、直径2から8センチメートル程度、幼児は半球形であるが次第に開いて、ほとんど平らあるいは浅い皿状となる。表面は湿った時には、弱い粘性があるが乾きやすく、乾けば幾分、古情をなし、しばしば微細な、チリ面状のシワを表すことがあり、 ほぼ白色であるが老成すれば不規則な泡褐色のシミを生じ、寒紋を生じることはなく、表皮は剥ぎ取りにくい。傘、柄の肉は固くしまってはいるが脆い肉質で白色を停止、傷つけても変色することはなく、具合悪油のエチルアルコール溶液や水酸化カリウム水溶液を滴化してもほとんど反応しない。ホルマリンによって速やかに青紫色に変色し、 硫酸鉄水溶液で淡い赤紫色となる性質がある。特別な匂いはないが、キノコを傷つけると多量に分泌される白色の乳液は著しい辛みを持つ。ヒダはごく密で柄に自家製内脂上昇し、白色であるが老成すれば、幾分クリーム色を帯び、しばしば赤葛色のシミを生じ、しばしば二股また分岐し、幅は狭い。 柄はほぼ上下胴体で、長さ2から9センチメートル、計1から3センチメートル程度、表面は粘性なく傘と、ほぼ同色、中身で固くしまっている。胞子紋はごく淡いクリーム色を呈する。胞子は甲卵系内視類級系で、ごく微細内部と、個々のイボの器部同士を連結する細い脈とをこむる。シスチジアは、ひだの側面にも縁にも、頻繁に認められ。 細長い防水系内視円筒状、または中間部が膨らんだ瓶ハラ状なし、無色あるいは単光色で、先端はしばしば尖っている。傘の表皮層はわずかにゼラチン化することがあり、傘の表面に平行に補服した菌糸で構成されており、個々の菌糸の末端細胞は時にやや立ち上がっているが、傘シスチジアは認められない。キノコの組織中には、 不規則に屈曲した太い菌糸が混在し、その内部には微細な補助をなして乳液が満たされている。すべての菌糸は核壁部にかすがい連結を持たない。夏から秋にかけ、紅葉樹の林内、あるいはこれらの樹木と針葉樹との根古林内の地上に発生する。これらの樹木の生きた細根に外星菌根を形成して生活していると考えられ、培養は難しい。 北半球全域に広く産し、オーストラリアにも分布する。日本では北海道から沖縄県までの地域で分布が確認されている。青染土かぶりは土かぶりの一変種として取り扱われることもあるが、全体にやや小型であること、乳液ははじめは白色であるが、次第に鈍い海量色に変色すること、胞子表面の細い脈が、 時に繊細な網目状をなすことなどの点で区別されている。土かぶりもどきは、日だが、はるかに素であることで異なる。さらに、消しろ発や消しろ発もどきは、傘や柄の表面が荒毛に覆われている点で区別される。これらはいずれも、白色の乳液を分泌し、著しい絡みを有する点で共通しており、土かぶり説にまとめられている。本種は、 形態分類学上の父竹属のタイプ種である。分子系統解析の結果からは、むしろ父竹に近縁であり、外観が類似していて、土かぶりとともに土かぶり説に置かれているケシロ発とは、むしろやや縁が遠い。この一例からして、形態情報のみによる従来の分類体系は、父竹属に対しては信頼性に欠ける点があると考えられる。最近では、 形態分類に基づく旧来の概念による、父竹族の一部と、同じくベニ竹族の一部とを併合し、親族渦月チーロ竹族が提案されている。あまりにも絡みが強いことから、従来は日本でも、海外でも、有毒あるいは、食用に不適であるとして扱われてきた。実際に、本種が原因となって、逸や、 オートなどの消化器系統の中毒症状をきたしたと思われる例も知られている。キノコを小さく刻み、十分に水にさらすことで、強い刺激性を持つ乳液を洗い去れば、食用にできる。さらに、ごま油のような沸点の高い油脂で熱処理すれば、辛みは消えるとされている。また、青トマトなどとともに、香辛料や岩塩を用いて漬け込んだものは、ロシア料理では、 高級な前菜として賞味されるという。脂肪酸として、ステアリン酸オレイン酸、リノール酸などを含有しているが、特に、ステアリン酸の存在比率が高く、一方でラクタリン酸が存在しないのが特徴である。本種には2種類のチアミナーゼが含まれており、少なくとも、長期的に食用に供することは避けるのが賢明で、あると考えられる。この他に、 0.13から0.25%のゴム質も含有されている。なお、土かぶりの個実体からは、ラクタピペロラノール他8種のセスキテルペン系、化合物が見出されているが、すべてが自然界では未知のものであったという。さらに、土かぶりの二次代謝産物の中には、オキシ心類児の発根ホルモンが含まれており、ハシバミやブナナラなどの発根を促す作用があるという。 和名は古名を採用したものであるというが、その出典は明らかではない。なお、別名として河乳竹の名も用いられることがある。従来、河乳竹には、ラクテリアスパーガミアス FR の革命が与えられ、別種として扱われていたが、現在では、土かぶりと同一種であるとされている。方言名としては、土もぐりじわりからチなどの呼び名がある。種商名のパイパータスは、 胡椒のの意味で乳液の絡みに着目したものである。英語圏ではペップリーミルクキャプチャー、ドイツ語圏ではフェファーミルチリングの名で呼ばれ、共に胡椒チチの意である。ありがとうございます。